ちょっ、こんにちは、豊さん。やりました。やりました。阪神の村上頌樹投手が、はい、今日プロ初完封です。頌樹か。頌樹、あ、そっちの頌樹。いや、本当です。で、いや、本当な、ほんいいピッチャーだわ。素晴らしい3年目のピッチャーですよ。で、これファンの間で今日言われていたのが、はい、11と3分の1完全投球、完全試合です。達成おめでとうございます。まあ、はい、試合をまたいでね。試合またぎです、これ、まあ、試合またぎで、これまあでも、はい、本当にプロ初登板から2本しかヒット打ってない、はい、打たれてないという、つまり今日福永、選手が2本ヒット打っただけで、うん、それだけ無失点です。いや、だから1人にしか打たれてないというね。そうなんですよ。いや、でもね、やっぱ回転、まっすぐのまず回転がいいわ。回転がいいっていうのはトラックマンとかで、はい、回転数とかね、はい、あれするけど2600ぐらいあるらしいんだよ、はい、で2600っていうのは相当回転してるから、うん、多分ねバッターが捉えたと思っても弾かれるんだよ全部。おー、だからファール、よしと思ったやつがファールになってしまうんだよ、はい、でダルビッシュと対談した時に、今は低い位置から高めに投げるといいですよって、はい、そしたら空振り率が高いという、うん、やっぱそういうボールも持ってるな。あ、そうなんですね。だから意識して投げてるのかどうかわからないにしても、はい、やっぱそこら辺に結構行くんだよ、はい、それが空振りしたりだとかファール全部弾くんだよね、はい、でカウントを整えられる、うん、だから投げてて楽だと。なんでプロの選手はみたいな本人楽ってことですねそう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 、で今日の、中日戦、まあ、2対0で勝ったんですけど、その、はい、振り分けなんですけど、三振が2桁10個、はい、でゴロが8個でフライが9個、はい、っていうこの内容、だからまあ結構フライアウト取る率っていうのは高いと思う、はい、うん、それはやっぱり回転数が関わってきてるっていうことなんですね。だ、だからコントロールもいいよな、追い込むのが早いよ。だから今日完封で初勝利を挙げたけども、はい、105球です、球数、ね、だからそういう意味では本当に素晴らしいよね。でフォアボールはもちろんですけど1個も出してないので素晴らしい、ま、前回 の、ね、あの巨人戦中9日だったんですけれども、前回の巨人戦7回完全試合行ってて、ま、当選あと2イニング行くだろうと思ってたところで降りた、まあはい、あれみたいな、あれってみんななりました。楽しみ取られたみたいな、みんなが楽しみ取られた子供みたいな状態になってるからね、って怒っちゃってるからねまあでもやっぱこうあれがフロックではなかったということを、実力を今日証明できたというね、うん、そうですよ。だからファンの間ではその記録には残んないんですけれども、記憶に残る11回3分の1完全投球、試合またぎのね、試合またぎのっていうの、ま、珍しいですけれども、まあ、そうだね。3年目ということで、この時のドラフトが伊藤将司投手であったり、佐藤輝選手、あと中野選手いたりとか、いい選手取ってんな。ドラフト大豊作の年だったんです、まあ、そうだね。で去年一昨年と村上頌樹投手は、はい、2軍でタイトルも取っている、まあ、だから2021年は2軍で10勝1敗、はい、素晴らしい、1敗しかしてないんだよ。そうですよ。で2軍とはいえ、はい、どれだけやっぱ安定感があるかということだよね、はい、うん、で去年もタイトルもちろん取ってますし、うん、だから2021年はファームで3冠取ってるんだよ、はい三冠、ピッチャーの三冠取ってる、ピッチャーの三冠。2022年は投手2冠を取ってるんだよ、はい、上に上がってこなかった理由って何かあったんですか、ね、何なんだろうね、はい、飽和状態だったんじゃない、上が、上が、いやでもこんなにいい投手いたんですね。いやだから、まあ、西純也がね、はい、今年ちょっと良くないと、うん、村上が出てくると、うん、もう湧いて出てくるな本当に。阪神ピッチャー陣すごいえぐいですね。いやそれとやっぱテクニックもある。例えばこう一定のリズムで投げてて、はい、大島やっぱり一番いやらしいバッターだよね、はい、その時にクイックで投げてるからね。あ、だからそういうこともまあ普通今はね、はい、テクニックとしてたくさんやるけども、うん、まあこういった完封を目前に、うん、もう頭の中冷静だな。いや本当そうですね。よくバッターが見えてるわこの投手は。そうですよね、うん、まあ、智弁学園から東洋大行って、はい、プロ3年目ということで、非常にだから技術も持っているし、すごく精神的にも
あのおなんて言うんでしょう、ブレないとか落ち着いてる。やっぱりね、ファームでじっくり、うん、あの経験を積み、はい、やっぱタイトルも取ってきた投手だけあるね。あ、だから慌てなかったということだよ。そうですね、うん、やっぱね、平松さんとかね、エナスさんとか、はい、まあまあ昔のピッチャーの話をすると、うん、ものすごいまっすぐ品がいいんだよ、はい、なんかね、ほんと回転してるっていう、糸をこう引いてくるというかさ、はい、スーッと、でそれがいつまでも落ちないみたいな、うん、そんな感じの多分球だと思うよ。回転がめちゃくちゃいいんだと思うよ。 それが最後まで落ちないってことですよね。ただね、こういうピッチャーで一番気をつけなきゃいけないのは、はい、疲れてキレをなくした時、うん、打たれる、はい、これはあの角度がないから、うん、だからこれは気をつけておいた方がいいけども、はい、本当本当にあの回転がいいボールっていうのはなんかね、打ちに行っても弾かれるというか、だからやっぱフライになったりとか、フライになったりするんですね。だからそういう、だからね、ほとんどシュート回転で外を狙ったのが中に入ってくるっていうのはないんじゃないの。しっかり指にかかってるわ。すごいですね。あ、こういう投手がいるんだね。いやいや、阪神にはね。しかもまあ当たり前ですけれども、プロな、プロ、あの一軍になって投げてから一回もフォアボールも出してコントロール抜群だもん。いいんですね。ああ、だからまあそういう印象は、はい、あのもうみんなに植え付けたと思うよ、うん、審判の人たちも、はい、やっぱ村上どうだったみたいな話は絶対すると思うんだよ、はい、いやコントロールいいぞっていうなったら、はい、もう自分の武器になっちゃうから、それが。そうですよ、コントロールいい、コントロール悪いぞあのピッチャーはって言ったら、うん、やっぱ審判も警戒して見るから、はい、本当だったらスライクなのにボールみたいな言われちゃう時あるからね、はい、でも村上は逆だよ ね、 そうですね、少々ボールでもいやこの子が投げてるここはストライクだろみたいな、うん、そういうことになっちゃうから、植え付けもできちゃうってことですよね、うん、で今情報で智弁学園の高校、あ、甲子園優勝投手だったそうです覚えてますか。いやちょっと覚えてない、覚えてないけど、はい、やっぱね、あそこの舞台で優勝するとか、うん、そういうことってやっぱ何か持ってないと優勝できないんだよね。な、だからあの、はい、PL で優勝した野村弘樹、はい、球は決して遅くないんだけどさ、勝負根性が抜群で、はい、立ち上がりはめちゃくちゃいい、うん、珍しいだろ、立ち上がりがいいピッチャーって。そうですよ、ね、あんまり聞かないよね、はい、でも立ち上がりが良かったんだ。ほんで、あの西武に投げてる高橋光成、今井、はい、これもあの甲子園で優勝投手なんだ。で優勝投手は活躍できないって言われる時代があったけども、はい、全然そんなことない。本当そうですね。もうあのやっぱり優勝するっていうのは村上っていうのは何か持ってるんだよ。持ってますね。持ってる。いや今年村上って言ったらやっぱりヤクルトの村神様が一番出てきてたと思うんですけど、こっちの村神様もすごいです。同じ村上な、どっちのこと言ってるのか分かんなくなってきちゃいます。いやもう阪神ファンは様がつけるから、うん、もうつけますか、村上様、髪をつけるから。ああ、こっちにも村神様がいるぞと。村神様同士の戦いだみたいな。あの今年出てきますね。何が村神様同士の戦いが。あ、そうです。神様対神様、どっちが神様だみたいな。そうですよ、ね、で今どちらかというと阪神の村神様が調子がいいので。そういや素晴らしいですね本当に。やっぱりあの2試合続けてもうフォアボールも出さない、うん、もうこれはもう安定しているというふうに考えた方がいいよね、うん、これはね絶対とっちらかるようなピッチャーじゃない。ちょっと悪かったら中継ぎに入れようとするかもわからないけど、うん、やっぱ先発使ってほしいな、うん、そうですね、うん、今年どうですか、本当に完全試合って村上投手見られそうです。まあただね、はい、まだ初見でわからない、攻略法がわからないっていうことは確かにあると思うんだ。その中で勝てたというのは、うん、まあ弾みにもなるだろうし、うん、やっぱこれからやっぱデータ回ってくるから、うん、はい、だからそこでの勝負だよね。そうですよね、うん、ただねボールの質がいいから研究してもボールの質のいいピッチャーっていうのはなかなか攻略できないんだよ。だから傾向としてこの1エンド2からこれとか2エンド1からこのボールを球種が多いって狙ったとしてもそれをファールにしちゃうんだよ。回転のいい人ってね、だから回転のいいまっすぐと回転ブレーキの効いたふわっとしたねカーブ、はい、見たことありませんみたいなのが三振してたけどね。そうですね、そうですね、そう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 、だから、まあ、このピッチャーは本当に
これから楽しみだね。じゃあ他のチームがこの村上投手を攻略するにはどういったところを攻めていかないといけないですか。まず慣れるということで。慣れるところ、もう打っていくしかないよね、はい、フォアボール触れないんだから、うん、だから攻略するにはまず打つこと、はい、打つにはどっち方向に打った方がいいのかとか、うん、まあ、いろんなデータが回ってくるよこれからは、うん、ほんで足は使えるのかって、うん、多分あの手のピッチャーはクイックも早いし牽制もうまいと思うよ。牽制まで回転のいいボールを投げそうだよ。いや、そうそう、いや、本当に、いや、だから、まあ、なかなか攻略法っていうのはもう打っていくしかない、つないでいくしかないんだろうけども、ただコントロールがいいから作戦は立てやすいということはある。あ、まあ、例えばエンドランをかけやすいとか、はい、そういうところはあるよね、うん、で勝負球で落ちるボールをよく使うけども、うん、その時に足を使われるとか、はい、そういうこともあるよ、うん、何回かこうフォークボールをこう止めるケースがあったけど、追い込まれて走られたらキャッチャーは投げにくいっていうのがあるから、そういうところで攻められる可能性もある、うん、まあ、だけどなかなかやっぱりあのピッチャーを打つっていうのは球数だな。今日でも105球しかかかってないけども、5回6回ぐらいまで100球投げさせるぐらい粘らないとさ、それで疲れを伴った時に打つという。あ、そこですね。若くてピチピチしてる時はピンピン来るから、ピンピン疲れ知らずでいきますもんね。そう球数を放らせるっていうところで、まあ、打開策をさらにまた、まあ、そうだね。でもまあ今日ねプロ入り1勝してるから、まあ、打開策なんかいいんだよ。もうね、もう今日も俺が言うことじゃないんだよ、他の球団考えてるから。そうですよね。まあまあ、だけど本当にね、夢があるピッチャーというか、ね、見ていて気持ちのいいピッチャーがまた出てきたなって、阪神に。湯田さん、誰の再来みたいな感じですか。誰の再来、お前急に言うなよ。思いつきます。でもコントロールがいい、だからまあ桑田とかね。あ、桑田さん優勝投手、はい、同士の、はい、桑田の感じ。でも桑田よりはコントロールいいかもからな。あの今年本当は2桁って、あ、可能性はある、十分ある。最多勝もありますかね。いや、そこまで飛躍するんだ。すいません、まだ何飛躍するんだ。いや、なんかすごいピッチャー出てきたから、まあ、でも今日は本当にプロ入って一軍での初勝利をしたわけだから、はい、ね、それをもう称えようよ。そうです ね、そんな10勝とかさ、最多勝とか、お前いきなり飛躍すんなよお前。いや、すごいピッチャー出てきたなと思って。まあまあ、すごいピッチャーだよな。まだ一人にしか打たれてないというね。そうなんですよ、はい、いや、これからもちょっとね、この村上選手、村上様の投球見ていきましょう、はい、我々も、はい。